おはようございます。レイです。6月16日木曜日の今日は和菓子の日です。全国和菓子協会が1979年に制定。平和中期の昭和年間、国内に疫病が蔓延しました。任命天皇は年号を華鞘と改め、華鞘元年848年の6月16日に16個の菓子や餅を神前に備えて、疾病よけと健康祥福を祈ったとされます。これを起源として6月16日に厄よけ、祥福を願って菓子を食う華鞘菓子の風習が様々に形を変えながら、平安期から中世、近世まで存続しました。江戸幕府においては6月16日を華鞘の日とし、お目見え以上の身分の者には大広間で和菓子が与えられたということです。全国和菓子協会はこうした故事にちなみ、日本の食文化を正しく後世に伝え残すために一層の努力を積み重ねることを目的として、この記念日を制定しました。直近の週末に明治神宮華道啓進会の主催により、明治神宮で無料の和菓子配布イベントが行われているということです。会員の和菓子職人たちがその場で練り切りを作り、散歩客に配布しているということです。世の中から災いがなくなり、健康に幸せに生活できることを願いながら、和菓子の日を迎えるというのはいかがでしょうか。それでは皆さん、今日も良い一日を。